思いを込めて作った曲、走れ走れ走れという曲を聴いていただきました。この曲はですね、10月に NHK さんの音楽番組のテレビで、歌チューブで、スタジオで歌わせていただきました。その時のね、スタジオでの歌った様子も、NHK さんのホームページで、動画もね、一曲公開されておりますので、もしよろしければぜひ見てくださると嬉しいです。今日はそちらを生で歌わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、やばいやばい、小道具がちょっとついてきてしまいました。まだだよ、これはまだですからね。はい、改めましてシンガーソングライターとして活動しております、カタカナでウーパーリサと申します。この名前は私がウーパールーパーに顔が似てると言われたことがきっかけで、この名前として活動しております。チラシもですね、右の皆様から見て左の譜面台のところにチラシも置いてありますので、もしよろしければご自由に受け取っていただけますと嬉しいです。あとはですね、今お姉さんたちが立ってくださっているところにですね、ウーパーリサとこの後出演されます和樹大橋さんの、SNS ホームページなどの、ね、URL の QR コードもありますので、ぜひアクセスしていただけると嬉しいです。それでは次の曲は、私が来年の1月の8日にセカンド全国発売 CD をリリースする予定でございます。そのリリース予定の CD の中から Red という曲を聴いていただきたいです。この Red という曲、 CD のタイトルとしてもなっている曲でございます。レッドと、そしてトラック2がブルーの手紙という、レッドとブルーの世界の曲になっています。レッドは女の子から、女の子がの気持ちになって歌った曲になります。女の子の気持ちになってって、私女の子なんですけども、女の子から男の子にね、好きな男の子に向けて歌っているね、そんな曲でございます。皆さんもね、不安な心とか傷ついた心とかね、普段生きているとやっぱりそういうことがね、いっぱいあると思います。でもこの曲で私がそんな不安なんか全部吹っ飛ばしてあげちゃうわよって、そんな気持ちを熱く込めて作った曲です。それでは来年1月8日リリースの CD「レッド」という曲を聴いてください。I'm not afraid to die.
ました。続きまして、その CD の中に入っているブルーの手紙も続けてお届けしたいと思います。今度ブルーの手紙はですね、今度は男の子からそのレッドちゃんにね、女の子に対して作った、そんなね思いを込めた曲になっております。ブルーの手紙、どんな永遠とかはね続かないかもしれないんですけれども、でもこのね永遠は続かないけれども、でも思いだったりとか願いだったりとかはずっとずっと願い続けてもね永遠にいいと思います。そんな思いを込めて作った曲です。それでは聴いてください、ブルーの手紙。
新曲を聴いていただきました。この曲はですね、絶賛今来年の1月8日発売予定の CD の予約販売をね、今オリコンランキング上位に入ることを目指して、10月から日々毎日毎日活動を頑張っております。ぜひオリコンランキングをね、狙うためには予約販売が必要になってきて、今日もですね、予約販売をこのライブが終わった後に、あちらのテーブルのところで受け付けております。ぜひこの1枚1100円の CD になります。レッドとブルーの手紙、ぜひ本当に皆様お一人お一人に受け取っていただけますとすごくすごく幸せです。オリコンランキングを目指して頑張っておりますので、応援どうかどうかよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次にもう一曲お届けさせていただきます。たとえすべての音が聞こえなくなったとしても、心の声は聞こえるはずです。心の声を大切に、心の歌。
私はですね、普段名古屋を拠点に全国へいろんなところへ活動を広げております。ウーパーリサとカタカナで検索していただきますと、いろんなホームページからツイッターとか SNS 情報がありますので、ぜひそちらに見ていただいて、よかったらまたね、皆様にお会いできたらすごくすごく嬉しく思います。寒い中本当に聞いてくださってありがとうございます。それでは最後の曲をお届けしたいと思います。もしよろしければサビのところで皆様タオルをお持ちでしたらタオルを回していただいたり、あとタオル持ってない方もね、拳を一緒に回してくださるとすごくすごく嬉しいです。みんなで一緒に楽しめたらなって思います。それでは聴いてください。最高レボリューション。